武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は秋田大学の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、国際資源と理工に関しては時間60分で大問が3題、教育文化に関しては時間90分で大問が3題という形になっており、問題の難易度は大きな差がないので、国際資源と理工が、ちょっと時間がきつい分難易度高めという形になっております。問題の難易度に関しては標準的な問題が中心となっており、基礎問題、標準問題ですね。なので、学校で配られるような問題集、セミナーなど、もしくはリードライトノートなど、が一通り仕上がっており、センター対策までやっていれば、十分対応できます。ただ、もちろんその記述問題、計算過程を書くようなものなども出てきますので、こういった部分に対応できる練習はしておく必要があります。また論述問題、そんなに難しいものではないですが、出ることはありますので、これらの対応をしっかりやれるようにしておきましょう。そういった部分の問題を練習したい場合には、国公立標準問題集、キャンパスなどを追加でやるということもできますが、正直ここの問題よりも難しい問題もかなり出てきますので、余裕がある人向けで、どっちかというとそれまでにやっていた、セミナーなり、リードライトノートなり、といった問題集で、それをちゃんと記述で書けるよう、構造式なども含めてですね、練習をしておくことを心がけてください。基礎の問題ではありますが、国際資源理工に関しては計算に手こずると時間内に解き終わらない可能性が割と高いので、スピードを意識して解けるように心がけておきましょう。以上が科学の勉強となります。